ビルッタアドリアーナは、イタリアのティボリにあるユネスコの世界遺産登録物件。ティボリは、ローマの東約30キロメートルにある丘陵の上に、ある、穏やかな気候に恵まれ、豊かな森に囲まれた町。ここは古代ローマ時代から、上層階級の保養地であった。ハドリアーヌス帝は、118年よりティボリの麓で、広大な別荘の建設に着手した。121年に最初に、 ローマ帝国の巡察旅行に出かける前のことである。レンガの刻印を分析することによって、この別荘は2段階で建造され、完成したのは133年であることが判明している。ギリシャのアテナイのアゴラにあった、チュ中路を模したポイキレ、エジプトのアレクサンドリアとカノポスを結ぶ運河を模したカノポスなど、皇帝が巡察旅行で魅了された建物や風景を忍ばせる。 建造物を建設させたと言われている。別荘の建物の数は30を超え、敷地の面積は1.2平方キロメートルに及ぶ。ハドリアヌス正居後、皇族のローマ皇帝たちがこの別荘をどのように使ったのかはあまり記録されていない。しかし、この別荘の改造は3世紀まで続けられたことが判明している。その後、蛮族の石切りは溶かし、廃墟となった。 15世紀頃から美術品を求めてピッテオリゴーリオなどがこの別荘を発掘し始めた。ピッテオリゴーリオはティボリ丘陵の上にエステケの別荘の設計をした人物である。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。